のびついてのぶれついて、のびつ、のびつ、ああ。どうもみなさん、こんばんは、東横名人です。えー、本日も静岡県、ふもとっぱらキャンプ場よりお届けしております。お相手はいつものように私、東横名人と、今日も対面で、この方に来ていただいています。はい、坂本です。あのー、これ、三泊四日というか、二泊三日のキャンプって。 あんまりないんですよ、今までの経験上。あ、そうですか。うん。で、やっぱりこの、モバイルがすごい今世の中なんで、バッテリーの問題ってすごい付きまとうなと思ってたんですよね。まあね、うん、よほどの高規格のキャンプ場でない限り、あの、コンセントはないですからね。そうですよね。はい。それは課題になるのかなと思って、やっぱり防災グッズとか見てても、 今、ーの、ものすごいでかいやつあったりするじゃないですか。4万5万買って。うん、発電機とか発電機っぽいやつとか。もう、あの、でかい、ば、ま、あの、車を、あの、スタートさせるぐらいのね。うん。ああいうのも買おうかなと思ったけど、さすがにまたそれ持っていくのもな、卓球見抜くのも重いし、と思って。うんうん、今回僕は、ま、もともとノートパソコンを使って収録することもあったんで、うんうん、ズーム収録のところはね。はいはい なんか前も持ってましたよね。そうそう、あのー、本当にトライアの洋館ぐらいの大きさのアンカーの2500アンペアっていうのがあるんですけど、それ一個持ってるんですよ。で、それはね、多分スマホを7回満充電できるっていうものらしいんですね。でも、スマホ、まあ今時のスマホってバッテリーもでかいんですけど。うん、でか,から、本当にそれでいけてるのかどうかも、ねまあ。5回以上できるって相当ですよ。そう。うん、で<も> とでもそれでも不安じゃないですか。いや、誤解できたら一週間の旅、いけるかな、うん、いけるでしょう。で、今回 iPad とかを持ってきてたりとか。まあまあ、いろんなもん持ってるからね、今は。Zoom の,の P4 も、実は電源がなくなったらそのモバイルバッテリーで給電するとかっていうのもできるから、やろうかなとか、うんうん、いろんなことを考えると、うん、これようかん一本じゃ不安になって、うん、じゃあ1万アンペアのやつももう一個持っていこうかと。はいはい。それでもまだ不安なんですよ。 一番アンペアって多分、うん、予備の予備ね。予備の予備。だから、うんと、まあ3回スマホ10年。もうこの勇者が慎重すぎるってやつですね。そう。で、それでも不安だから。鎧のスペアの鎧のスペアの鎧がいるみたいな。そうそうそう。でもさらにそのスペアもいるって話になって。うん、で、 元々ね、僕、アンカーの、うん、これすごい発明だみたいなこと言われた機会があったんですよ。それ何かっていうと、うん、AC アダプターと、うんえー、モバイル充電器が、うんあのー、バッテリーが、兼用になったやつって、なんか5年ぐらい前に出ましたやん。うん、うん。AC アダプター、させばね。させば充電もできるし、うん、そこから同時に、出力もできると、うん、使いながら充電できるっていう、これすごいいなと思って、うん 出た時にすぐ飛びついたんですよ。うん、で、改めて進化してるだろうと思って行ったら、うん、アンカーのそれは4000か5000ぐらいにもう叩き売りされてたんですけど、うん、5000アンペアしかないんですよ。要は、スマホ1回分の充電しかできない。前までの方がいよいよでかかったんですよ。何そのそ<う>バッテリーのキットカットか。そうそうそう、シュリンクレーションっていうの。<laughs> 小さくなってるやんか。いや、筐体別に小さくもなってないし。中身が小さくなってるよね。中身が小さくなってるだけで、うんうんうん えっとっえこの、この今、今なんかそのガ,ガ,ガルバニウムなんとかみたいなすごい技術あるんでしょなんか今バッテリーっていうか。いろいろね。小型してて、まあ。電気自動車のためにね。バッテリー業界もいろいろやってるから今。それの恩恵に預かったらもっと小さいのができるのかなと思ったら、うん、どうも今世の中は、あの AC アダプターと、 バッテリーが充電同時にできるっていうのに、あんまり重きを置いてないっていうか、トレンドそうじゃないんですよね。あれ、すっごいいいはずなのにと思って。いつの間にかそのラテカセみたいな扱いになってるの。<laughs> そうそうそう。なんか、うわ <laughs>、こんな極物のみたいな。だでも、それはまたちゃ、AC アダプターをいるのと、それ用のケーブルが、うん、なんかその、何高規格の2アンペアか3.7アンペアかでいけるようなケーブルを、また USB タイプ C で、 ソロエントダメとかって考えると、うん、絶対そっちの方がいいんですよ。はいはい。だからそれが2万アンペアか1万アンペアか2万アンペアぐらいの、そのエイシャドボタと兼用のやつ出してくれたらいいのに、まあ1個だけあるんですよ。1万7000円ぐらいするやつが。まあバッテリーで1万7000円か。ちょっとそれはもう、それをお兄さんちょっと買えないや、みたいな。アンカーのやつでありましたけど、だからまた1万アンペアもう1本買って <laughs>、うん、アズさの中でもうひたすら充電ですよ。 まずまず充電した。早く充電しないと、みたいな。もうなんかその、常に満タンでないと不安でしょうがない。<laughs> そ,うそ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 う。あの、どっちかっていうと30%切って使うのは嫌っていう。いやいやいや。で、またもう一個言うと、なんかそれも、マックハッカーなんかクラウドファンティングで買った、うん、マウスパッドが充電器、バッテリーになってるっていうのもあるんですよ。それもカバンの中に潜ませてる。 マウスパッドが充電器マウスパッドの薄い中にあの、おっぱいの部分をずーっと揉んでたら、こう、電気がつくとか。そういう、何 <laughs> その JR 東日本が開発した、改札も前を通ったら、その振動で発電しますねみたいなやつ。<laughs> そうそうそう。そんなんじゃない。薄型のバッテリーがあって、うん、その上に、こう、あの、マウスパッドでこ、こう、くるんでるみたいな。はいはい、合皮のね。うん、そういうのを持ってきてる。まあ、だから、ちょっとやそっとじゃ、多分、まあ、大丈夫なはずなんですけどね。 いや、大丈夫でしょう。うん。たかが、まあ、まあ、言うたって昨日はホテルに泊まってたから。そうそう、もう充電、充電。ずっと充電してたわけでしょ 2>,、うん、?2 泊3日でしょう。ただね水よかんちゃうわよ。うかん1本で足りるでしょう。うん、足りるかなでも、ようかんを変の嫌だから。うん、とりあえず今、あの、まあ、1万アンペアの熱を1個今、充電潰してるところなんですけどね。今何パーだったかな ?82 パー。<laughs> 全然あるね。<laughs> 全然あるやろ。全然あるね。<laughs> ほらちょっと不安だから。<laughs> なんなん切れたら死ぬの。<laughs> 死ぬから <laughs> でも結構本当に、今、そういう人多いと思いますよ。まあ俺は基本的にあのまあもちろんそのバッテリー、モバイルバッテリーも1本持ってきてる、あの車乗るときにあのいつもあの万が一バッテリーが上がったらスタートできるように、車のスタートにも使えるようなやつを1個入れてるんですけど。うんうんうん 充電しないね。やっぱりね。うん。あの、これが、まあ今持ってるやつがもし切れたら、もう一台のやつを使う。だからまあ、電話がここに入ってくる可能性あるじゃないですか。ああ<ー>。で、僕は今、仕事終わりに来たんで今日は、社、うん、用携帯を持ってきてるわけですよ。仕事の携帯なんてないもん。うん。うん。うん。またそれがもう。キャンプ場にそんな仕事の電話がかかるなんて、そんな不遂な。今日は金曜日だぜ、だって。 え、だってね、有給取ってるんでしょ有給取ってるけど、うん、もう大体関係者には、有給取ってますからねってメールは送ってるけど、ふもとっぱらにいますからねそんなことは言うてない果実号って書いてますから。ない <laughs> ねやろ、果実号ってっ結。結構考えられるから <laughs>、ちょっと嫌だなと思いながら。うん、うん。そうしないと中入れられるからよって予約は。いや、いや本当にね、うん、まあ偉いなって思いますよ。 あの、よくあの、その、キャンプ場とか外を遊んでる時に、うん、あの、会社とか仕事の電話かかってきて、うん、で、取らへんかったらいいのにって思うんですけど、うん、取り張りますやん。取り張りますね。うん、偉いなって。うん。まあ、俺は基本的にあの、会社から自分の電話番号、まあ、もちろん教えてますけど、うん、なっても絶対取らへんからね。まあ、それは正解ですけどね。うん。でも大体、その、ね、マーフィーの法則じゃないけど、うん、こういう時に何か起こりがちじゃないですか、トラブルって。 突然なんか、カレンダー運んでたトラックが、みたいな。<laughs> <laughs> 島工作的な。そうそう。うん、僕が前見た、ま、うん、あの、自分じゃないですよ。うん、自分じゃないけど、たまにあのトラックのその事故を見て、うん、もう本当になんかこう、胸が詰まるような事故を起こす運転手おるでしょ。まあ、いろんなその精密機械とか運んでて。僕が前見たのは、うん、あの、大阪のね、 軽阪で、あの、赤面があって、はいはい、その関名の軽阪の下を、国道がこう、くぐってるところがあるんですよ。あの、2号線じゃないんですけど、うん、あの、角回に抜ける方の。うん、で、くぐってて、あの、ま、2メートル、何メートルって、ね、ようぶつかるとこあるんですよ。あそこに、すごいでかい長いトラックが、うん、 できたばっかりのあのダクトみたいなやつを乗してるじゃないですか。あ<ー>あ。これからもうようやく工場でできたんで、納品に行くのかなっていうそのダクトが、その、京阪本線のあの橋桁のとこに、上の部分ガガガガガガって<ー>、潰れて、俺な、な何,何の音って、俺自転車でその時ちょうど隣通ってて、パッて見たら、運転手さんもう、その、まあ、ダクトが引っかかって結局トラック止まったまま、 もう顔面蒼白で動かないんですよ。つら <laughs> いなほんで、面白いから見てたら。<laughs> いやいやえぇ、ー、面白いや面白い,いや面白いとていうか、好奇心で見てたら、うんうん、もう、体震えてるし、うん、あの、ドア開けられへんのですよね。手 <laughs> 震えて <laughs> いや。これから損害賠償どれだけ払わんとう、ね、いや、まず多分、<laughs> 今日が納期やったんでしょうね。ああ。 震える程度降りてきて、うん、まあもちろん、橋桁にぶつかってるから、まず軽犯電車にも謝らなあかんし。まあまあよくあの、下で火災があったら、ここに電話してくださいってやつ、ね。そう,そうそう。まあそれをせなあかんし、うん、でしかも、あの、ダグとは潰れてるから、もちろん納期で。うん 結局その、ダクト作った会社にも。だし、その、のの納め先もね。そう、納め先もそうやし。それで後期が伸びるとなったら、うん、こう、波及するところが、すごいでかいじゃないですか。どう見てもすごいでかいダクトなんで、うん、多分でかい工場とか、うん、そういうところに持っていくやつなんでしょうね。うん、で、それより何より、あそこって、すごい渋滞するんですけど、うんうん、<laughs> 後ろにもう、これ森商事まで続いてるやんっていうぐらい。<laughs> <laughs> 車が並んでて、みんなブーブー鳴らしてるんですよ、クラクション。朝8時い。いや、もう鳴らさんといてあげてほしいけどな。朝8時ぐらいやから。うん。イライラするもんね。いや、もうね、もう、その、泣くとかそういう感じじゃなかったですよ。全身震えてて。うん、で、別にその頃まだ携帯とかないから、うん、公衆電話だから電話せなあかんにやるけど、もう、どうしようもないんでしょうね。うん。ひたすら震えてた。<laughs> <laughs> その、それ見て初めて身につまされましたもん。 いやーでもいろんな波及効果があるから大変ですよね。そうだからね、もうあれ見た時はね、うん、走たところの気をつけようって。<笑><笑>たまにあのクレーンでね、上げたまま通ってもってトラックが横転するとか、電柱なぎ倒すとか、本当にあるんですけど。いやでもネットでなんか見た話だと、あの、本当にこう精密機械とか運んでて、うん、前に人がなんかもう間に合わなかったら、車受けれるか、 引いてしまえ、みたいな,なんか話があるとかないとか、人の命より、機械の損害賠償が、高いからね。高いって言われて、すっごい恐ろしいなって思いましたけどね。1億で済むんやったらた、うん。済むんやったら1億で詫びる俺、みたいな、うん。 いや、もうそれ、やっぱ、納期って怖いじゃないですか。怖いし、まあ、それによって本当に何、いくらの何億の金がまた遅延で人。そう、ね、関係が、関がすごいからね。ああいうのを見ると本当に怖いなって。だから、まあもちろんね、自分がそういうあの、仕事をなって、責任ある仕事とか責任持たされたりして、うん、納期とかいろいろ出てくるじゃないですか。うん、やっぱり、納品の日って、うん 一番緊張するんですよ。うん、で、まあ僕もその、まあプロボックスにね。うん、言うんですよ、必ず。あの、これ、ただの段ボールやけど。中身、中く万するからね。これあの、全部で2800万やから、うんうん、落としたらあかんでって言うんですけど、うん、やっぱ落とすやついるんですよ、ね。言えば言うほど。ああ、みたいな。あ、そう。台車使えって言うてんのに。<laughs> <laughs> いや、でも本当にね。で、まあ、もちろんね、ほとんどの場合はちゃんと持っていけるんですけど、うん、スイッチ入れるまでは本当に安心できなくて。そうでね。そう。神頼み。神頼みして、スイッチ入れて、うん、頼む、動いてくれって。いや、まあ、だからそういうトラブルって、こういう休暇の時に、ありがちじゃん,、うん。だから出ない。<laughs> いだから。 なんであいつじゃないんだよみたいな。いやだって昔出たら、うん、泣きながら、うん、来てくださいって。まあでもそれ無理だからって。<laughs> そう、無理やん。うん、俺今、ふもとっぱらやん。うん、<laughs> 言えないけど。言えないけど、うん、いや、本当にね、もうね、だっていい話なんか来るわけないやん。そうね。うん。だから俺、何やったら金曜日の3時以降は電話に出へんよ。ああ<ー>。重たい話持ったままドレッシュは過ごしたくないので。まあ。 はけでね、性的搾取だとか、うん、いろんなこと言うんだったら、うん、金曜日とか休み連休前の夜とかに電話とか嫌なメールとか緊急の呼び出しとかをするなってことですよね。うん、そう。わざわざね、うん、あの、こういうことがありました、月曜よろしく、みたいな。金曜日の夜だけど、今、みたいな。<laughs> じゃあ月曜の朝でいい,い,いやん。そう まあ、もちろんね、最近はその、うん、金曜日の、あの、停止以降になると、うん、あの、メールが送信できなくなってるんですけど。すごいなうん。で、あの、聞かれるんですよ、一回。うん、パソコンに。これ送っていいのって。なそう、月曜日の朝でいいでしょって言われて、うん、いいですで。月曜日の朝に自動に送信してくれるんですけど。いや、そら、そうよね。うん、うん。いや、そうやと思いますわ。自分も、来たら嫌やもん。どんな些細なことでも、うん なんかこう、ちょっと針が刺さったような、棘が刺さったような。まあなんかね、喉にちょっとした小骨が挟まってるいるそう、そんな状態の、週末、うん、週末楽しくないも,、ね、ないものほら、でも僕はもうすべて、今回は、うん、翌月,月曜日の朝の仕事もすべて準備して、うん、このノギザ R の更新もすべて予約を済ませ。うんうん、何の不安もなく。 ただ唯一あるとしたらライブで何か動いてるときに、うん、トラブルが起きてが上がってくるのかっていうことだけ。もうそれはもう自分では何ともできないから、もう諦めてますけど。まあね、もちろんね、うん、あの、その責任、まあお給料の何分のうちかは、その責任しょってる、しょ、うん、ってもらってるからっていうことでもらってるので、うん、まあし仕方がない部分ではあるんですけどもね。ね。うん。 まあ、要はありがちですよ。あの、休みの日に、携帯落としましたとか、うん、パソコン落としましたとか。うん、でそんなインシデントをわざわざ日曜日に <laughs>。<laughs> でも日曜日だからありがちじゃないですか。まあまあ、そうですけどね。多分会社に忘れてるはずなんですけど。うん。いやもう月曜日の朝飯、それから今から行ってもいいよって。 ま、心配やから多分家で、も、ま、う、あ、その人がつ、うん、大切なっていうか楽しい日々が起これないんでしょうね。うん、その携帯を見るまでは。そだ,だったらもう会社に出てえや見たらいいじゃん、みたいなのね。うんうん、ありませんみたいな。え <laughs> えーみたいな。<laughs> じゃあ、強制、強制で遠隔でデータ消去してもらおうか、<laughs> みたいな話になるわけじゃないですか。<laughs> iPhone や。<laughs> iPhone だから <laughs>、うんうん。そうなんですよね。まあ、いろいろあるかもしれないから、モバイルバッテリーっていうのは、欠かせない。うん、パートナーに。 なるわけですよ。まあ,ま,あまあ、そうそう、もともと言うて、その、まあ、エーシアだった絶対に、名人って電気自動車乗れませんよね。うん、そんなもの怖くて乗れませんよ。スタートして20キロぐらいで、もう半分やんって。本当に。で、近くにないでしょうん。充電施設が。うん、いや、乗れないでしょ乗れないね。だって何かあったらどうするのっていう,うやっぱ思っちゃう。バックアップをどうやってバックアップするのっていうこと考えちゃいますからね。 <laughs> なんかあったら、その、ロボット掃除機相手になんかあの、床にロウソクがあったらどうすんねん、みたいな。<laughs> <laughs> そう、よく、よくあるルンバの、<laughs> パナソニックのルンバの開発の。そうそう、偉いさんがね。えらいさんが、床にロウソクがあったらどうするんだ <laughs> いや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 それゃロウソクを置く方が悪いやろうっていう。<laughs> <laughs> すごいよね、あの話ね。いや、褒めかどうか知ら,知らないですけど。いや、なんかもう、なんかグーワとしか思えない。そう。 ですよね。うん、いや、もう俺らの中では頑張れ、日産パロサーぐらいのグ話ワですけど、<laughs> GLP ね。<laughs> まあ、それぐらいのあれですけど、いや、本当にあったのかなと思うけど、うん、言いそうやもんね。ねパナソニック狙い算って。<laughs> うん、なんか、なんか、ちょっと、ちょっと言っとかんと気が済まないみたいにといたのかな。そう。 その人本当にいたとしたら、実はあの人だよっていうのを指さされてるのかな、今。刺されてるやろな、あの、ロウソクじじいとか。ロウソクじじいとか。言われるでしょ、絶対。ロウソクな、みたいな。あれさえ通ってり今頃って、絶対言われる。ま、もさすがに定年になってるかな、その人。逆にでもパナソニックあれ、ルンバ出してたら売れたかっていうと、売れへんよね。ま、ルーローって出してますけどね。もうだって、あれはやっぱり、 要も物というか。いやいや、まあまあまあ、黒船で来たから。そう、黒船で来たから日本人はおうと思うだけで、あれが産業とかマノソニックが出してたら、うん、こんなもんあかんやんって絶対言うでしょ。テレビデオかとか、そう。手村コードレスかみたいな。そう、だからね、日本人は日本の企業っていまいち信用してないというか、馬鹿、うん、にしてるところがあるから、うん、そのくせね、ああいう掃除機とか、うん、ああいうなんか羽の柄潜伏とか喜んで買うじゃないですか。<laughs> 一番買ってくれるみたいなで <laughs> <う>。<laughs> <ら>あんな日本人しか買ってないやろ、実はっていう。<laughs> 皮肉やな、うん、はい。ということで、今日は、サボさんテレビの話がしたいということで、そう。していただきます。<う>はい。 テレビというと僕は今回ドラマはいろいろ見てるんですけど、はい、何がいいかな石子と羽男とか、あの、法律系のやつであったりとか、まあ一番いいのは魔法のリノベっていうのが一番いいですね。あ、そうなんです、ね、春と、あのー、ま、くんが出ているリノベーションのやつで、ね、やっぱりリノベーションのプランが面白いから、<laughs> おおって、カンテレー制作みたいですけど。 まあね、うん、まあ僕、相変わらず、その、名人みたいにすぐ近くにあの、ドラマソムリエさんがいてないので、ドラマを見るってことが、まそもそも、まあ昔から苦手なんですけど、うんうん、まあ本当にあの、ドラマって大河ドラマぐらいで、あとはよほど面白いっていう噂になったやつ、うんうん、なんせ、半沢直樹も見てなかったぐらいの男ですから、ねえ。 だから本当にドラマは見てなくて、うん、まあ、基本、バラエティとドキュメント中心のテレビっ子だったんですよ、昔から。うん、まあ、もちろんアニメとか特撮も見ますけど、うん、で、まあ、もう近年ね、うん、も,うもう10年以上ですか、テレビが面白くないと、うん、もうくだらない。まあ、俺もずっと言ってますよ、うん、もう見てられへんと、うん、しょうもなさすぎて。うん、で、まあまあ、 なんでこんなにテレビ面白くなくなったやろなってやっぱり思うわけじゃないですか。まあまあいろんな原因はいっぱいあるし、もう大体分かってるんですよ。面白くない原因ってまあ予算もないしね。うん、人も集まってないし。うん、でまあおそらくよく言われるように若い才能も集まってないんでしょう。うん、きっと。みんな若い才能はもうね、いろんな業界に今行ってますし、うんうん、そもそも頭のいい人は今時もマスコミ行かんと医者になってるわみたいな話もあるじゃないですかね。<laughs> はいはい、だからまあいろんな原因はあるんですけど、 長野に来てからやっぱり考える時間が多くて、テレビってなんでこんな面白くなくなったんやろう。でも、いざ長野に来てみると、まあ、もちろん単身赴任で来てるってこともあるんですけど、うん、そこそこテレビは見てるんですよ、昔より。で、意外と長野のテレビ、長野の放送局が作ったテレビは見れるんですね。何なんでしょうねち、血が通ってる感じがするのか。やっぱりね、うん 長野の放送局って距離感が近いですよね、うん、まずは。だから、大阪にいる時ってやっぱりお大阪の放送局がまず好きだったじゃないですか、ね。距離感近いですからね。距離感近いですからね。うん、その、まあ、あの、全国的に有名なナイトスクープですら僕らに乗ったら距離感近い。近いし、うん、あの、大体あの、関西テレビとか何でも、まあ、関西テレビなんてちょっと近すぎるけど、うん、ま、そういう距離感近いのもあって、うん、ま、やっぱ長野って長野の情報が中心なんで、うん まあ自分の知ってるとことか、諏訪とか松本のまあ話題をバンバン出してくれるわけじゃないですかうん、うん。だから、そういう意味で言うと、情報としてやっぱ面白いんで、見てるんですけど、ただ最近、長野のテレビ、ああ最近本当にあの関西のテレビとか全然見てないんでわからないんですけど、長野でもテレビにこのまああの情報番組なんで、いろんな店が紹介されたりとか場所が紹介されたりするんですけど、うん、 最近テレビに出てる人って、別にテレビに出たくない。なことないでしょ。っていうか、うん、やっぱりあの、僕ら昭和生まれが、その子供の頃から見てるテレビって、うん、テレビに出てる人って、出たくて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 たまらん人たちが出てたんですよ。そうね。それはまあそうですよ、ね。もうテレビに出るためやったら人でも殺すみたいな人がいっぱいいて、うんうんうん 大阪の時ってほらもう本当にテレビに出てくる人って、まあ、ストローで変な楽器作りましたみたいな。<laughs> もうほぼほぼ街のエジソンって、テレビに出るために発明してるやん。ん <laughs> まあ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 、言わんとすることはわかりますよ。もう本当にテレビに出るためやったら何でもするっていう人たちがの、のど自慢とか、うん、仮想大将とか、鳥人間とか、うん 出てたわけでしょ、うん、ああいうテレビに出るためやったら何でもするわっていう人たちが、やっぱ今はいないんですよね。まあ YouTube に行ってそうあもちろんそれも、っていうのもあるんですよね。まあ、あるんでしょうけど、うん、あのテレビに出たい人たちはみんなどこ行ったのかなやっぱああいう人たちの熱さが、こう、最近テレビに足りない。そうですね。面白いものを見せようみたいなそ。そう、とにかくもうテレビに出るためやったら、 何でもしますよっていう人を最近見た、見たことないんですよね。有名になって、示談してるのに性被害だって訴えられる、うん、訴えられるっていうか、<laughs> それは <laughs>、後ろ指刺されるわけでしょ<え>そんな、<え>そんなこと言ったら、なんか、女の子とイチャイチャもできないじゃない、わけじゃないですか。性恋潔白じゃない。 行かなないってなっててくると女の子とイチャイチャしてる人は女の子もイチャイチャしたいからイチャイチャするだけで、<laughs> あの、自弾してる人は女の子側は別にイチャイチャしたくなかったわけでしょ、うん、じゃあなんでお前そこにおんねんって言われて、またそれはそれで別の問題やねんけど、うん、まあそれでひろゆきも叩かれたりするけどもや。うん、まあ、ただ今ちょっとなかなかね、うん、その精錬潔白っていう話でいくと、 まあ、ヒカキンぐらい、この、成人君子にならないといけないと、ね、ヒカキンでもなんかもうゲームで暴言吐いたとか言われてます。あれ、あれ暴言なのいや、わかんないですね。怖いね。このラジオなんか暴言というか、もう汚い言葉だらけじゃないですか。まあ僕らは絶対テレビに出れないタイプの人間なんですけど、<laughs> でも、いや、でも僕らの、僕、少なくとも僕は子供の頃って、町内に一人や二人絶対にテレビに出たる、死ぬまでに出たるっていう人いましたよ。うんうん、そういう人が。 もうみんながね、もう今の若い人には分からんぐらい、テレビに出たい欲がすごかったんですよね、みんな。その熱があったから面白いものになってたっていうのは間違いなくあったし、うん、そう。しちゃったからっていうのもあるんでしょうね。だからテレビに出たい人が少なくなったから、うん、やっぱり、まあ結局ね、あの、モノマネでも、お笑いでも、スター誕生でも、もうありとあらゆるものが多分そのテレビに出たい。うんまあもの それじゃないですかね。いや、うん、売れたいからテレビに出たい、じゃないですか結局、だからそれで、NHK とか出たら、うんうん、安泰じゃんっていうのがあるじゃないですか。はい、昔やったですか。全国営業できるし、はいはい、でも、その仕組みは変わってないような気しますけどね。うん、でもやっぱりその、根本的にはもう、やっぱ日本国民全部がテレビに出たいって、 うん、思うぐらいの暑さがないと面白くならないんでしょうね、もう。うんね、だってみんなテレビに出たいと思ってないし、下手すら帰れって言うじゃないですか。<laughs> テレビカメラ来たらね。そう。お断りみたいな。お断り、取材お断りみたいな。いや、だってもう。そもそもちろんちなみにテレビに出られたことはありますか映ったことやったらありますけど。うん、まあまあ、そのされて<の>っていうのはない。ない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 。ないあの、まあ基本的に僕、本当にあの、 みんなな信用してくれないんですけど恥ず屋なんと、うん、いやん当,当に恥ずかしがり屋で責任性だったんで、うん、その人前で喋るとか、うん、テレビに出るとか全くなくて、うん、ラジオならっていう,う顔は出さないからそうそうそうだからラジオならっていうのが昔からのあれだったんですけど<ー>ただど、ね、やっぱテレビに出たいっていう子もありいっぱいいましたよ、うん、本当にっていうか もうテレビに出さえすれば有名人になれるっていう。まあ、プロ野球選手がテレビに出たいかみたいな。うもうだから、要はプロ野球選手にも歌手にもなれないから、うん、テレビに出たいと。意味よくからない。意味がよくわからないけど。<laughs> そう、こう。でも、そう。そうはそうですよね。そう。みんなテレビに出たかったんですよ。うん、本当に、あの箱に映りたい。うん。 その思いだけで、もう、日本人の3分の1ぐらい思ってたんじゃないでも今でもあれじゃないですかなんかあの、受け子か何かの、ウルオレルラ世の受け子かなんかの、人のメモ帳とか見れたら、うんうん、ビッグになる、有名になる、お金持ちになる、みたいなこと汚い字で書いてて。<laughs> <laughs> 汚い字は余計やけど <laughs>。書いてて、うん、なんか悲しくになるような画像って見たことないですかいっぱいあるよ。いっぱいあるよね。うん、そうやってでも一緒じゃないんですか 夢になるっていうのは。まあ、今はテレビに出たいの代わりに受け子になるっていう。<laughs> いやいやいや、受け子は、受け子はダメじゃん。<laughs> うん。まあでも、あの、一攫千金。まあ、だって YouTuber になりたいか。でも、なりたいのか今はで。でも、昔のテレビになる、テレビに出るっていうのは、うん、別にテレビに出たからって一攫千金はないじゃないですか。ないですね。あの、この前テレビ出てましたよねって言われる、まあ、まあ、承認欲求か。承認欲求ですよね。うん。 まあ、昔はね、うん、承認欲求を満たせることって、本当にテレビぐらいしかなかった。テレビしかなくて<か>雑,誌雑誌か。あとはもう野球とか、うん、そういう,もうほんでプロスポーツ選手になるか、歌手になるかぐらいしかなかった。 だから、まあ、承認欲求の頂点が、まあ、テレビで、そのテレビに出ることによって、まあまあ、長男の有名人になったりとか、うんうん、もう中にはね、もうあの、司会芸に来て立候補しましたとか、<laughs> いや、いましたよ。だって、あの、例えば、あの、びっくりなんとかみたいなやつが昔よくあったじゃないですか。まあ、ヘルメットかぶってね。うん、どう考えても段ボールでできた宇宙船やのに、うん、そっから宇宙人出てきただけで、騙されたみたいな。 え、なにそれ倒されたドッキリ。ドッキリ,ドッキリテレビ。はあ、昔は本当にね、もうあの、ドッキリテレビ。まあ今で言うと、その、なんていうの<リ>芸能人。モニタリング、ね。モニタリングの素人漫画あって、うん、例えば、あの、 ボクシングチームに来た、なんか、ラーメン屋の出前持ちと戦ったら、ラーメン屋の出前持ちに敬語されたみたいな、うん、で、実はガッツイ始末でしたみたいな、うん、<laughs> そういうくだらん、ま、くだらんって言うとおかしいんですけど、ドッキリテレビみたいなやつとか、うん、あと、まあ、あの、テレビジョッキーっていうやつでね、まあ、有名な話ですけど、ゴキブリック撃たるとか。うん <laughs> あったね。もああいうのもほんまにあのテレビに出るんやったら命すらかけるよっていう。うんうん、だってあれテレビに出てゴキブリ食ってもらえるのは白いギターですよ。いらんわな。<laughs> <laughs> そのためにゴキブリ食うとかみんなとんでもないことしてたんですけど。まあテレビに出て今いろいろみんな知恵ついてきたから、うん、例えば鉄腕のトモがなんでだろうなんでだろうってテレビに出てやらないけど、うん、映画でそこそこ食えるからそれでいいじゃんっていうふうに。 思ってる人らもおるでしょうね。一旦はテレビにちょっと出て。はいはいはい。うん。まああれはあくまで広告。広告。だから安くてもいいから NHK には出たい,たい。はいはい。みたいな。うん。なんかビジネスがある程度明快になってるから、そこまでして出たいって思ってないのかもしれないですよね。まあだから結局そういう。飽きられるよりか、消費されるよりか細く長くやった方がいいっていうのもあるし。まあ見てるこっちも、うん。そっちに出たいって思ってるし、うん、向こうは向こうで、あの、面白いもん作る っていう、もうその、その、せめぎ合いというか、うん、もうそれが生んだのが、まあ、昭和からね、まあ、平成にかけての、まあ、あの、テレビ文化なんでしょうけど、うん、まあ、それ、やっぱ YouTube なのかな。YouTube もどうか。まあ、でも YouTube の前からも面白ないとは言われてましたけどね。うん、結局でもそういうのも、やっぱあれでしょう。やっぱテレビに出たい人が,人が少なくなったからっていう原因は、うん 多分あるし、まあ、コンプラがどうのこうのとかって言いすぎるのも、ま、言い訳によような気もするし。ま、見てるこっちが熱狂してないからね。結局のところ。ま、すごくひどいことをなんか言ってたのが、岡田敏夫のチャンネルかなんか見てた時に、うん、元フジテレビのあの、長谷川さんが出てきて、うん、あの、お金をたくさん積めば、もっと楽しい番組ってできますかって言うと、うん、できません 富士の上層部はバカだから <laughs>。<laughs> そういう問題じゃないんだということをおっしゃってましたけど。でも富士の上層部って、えー、まああの、実はあの、僕、まあそんなにいろんな企業を知ってるわけじゃないけど、 現場経験する人もいるじゃないですか。いや、テレビの上層部でも、バラエティ出身とかニュース出身とか、オーターさんとか、はいはい。いろいろいますよね。そう。だからまあ、それこそね、この、あの、ツイッター、ツイッターでもね、やってましたけど、あの、日光機富士だけが生放送、なぜできたのか。うん。会うに呼んでたら、富士ってすごいなって。なぜ生放送できたんですかあの時に、その生放送ができる機材っていうのは、まあまあ、もちろん、導入、 順番にね。導入されてたんですけど。でもね、クライマーズハイでそういうシーンがあった。で、あの時に、富士の一番上の、上っていうか、どの人か知らないけど、なんかあるかもわからんから、持っていけ機材を。機材を。あの山を登るのに。でも、とにかく持っていけって言われて、まあ、じゃあ持っていこうっていうことで、報道が機材背負って持っていって、川上さんのシーンにつながるわけですよ。なるほどね。 で、結局は他のテレビ局は一切その機材持っていかんと登ったから、富士、うん、テレビのテレビを見ながら、うん、これはもう負けたわと。うん、まあ、負けた、ま、勝った負けたって言ってる場合のね、 ああいう事故じゃないけどまあでも当事者からしたらそうですよね。うん、勝った負けたは。いや、本当にね。うん、だから、あの頃のテレビ局ってやっぱり見てるこっちもそうやけど、向こうも。まあ、機械の進化とかも、まあ、絶えずあったから、うん。すごいんでしょうね、うん、そういう意味ではね。いや、だから、あの、まあ、その報道ステーションが始まった頃とかね。うん。まあ、あの、まあ、僕ら何回も何回も言ってるけど、まあ、近鉄のあの日とか、うん、もう、やっぱり、 暑いじゃないですか、うん。暑いですね。昭和最後の方とか、平成<う>前期の方とか。そう、あのニュース戦争とかね。ああいうのを見てるとやっぱ暑さがない。まあ、こっちもないけど。ま、それは今ネットなのかなやっぱり。でも,でもそれのサイクルがすごい早いから。ネットって暑さないでしょ。うん、祭りだみたいな、まあ、死刑っていうか、リンチみたいな感じになっちゃってますからね。そう、だから多分もう、ああいうね、まあ、その、まあ、ま、あ 日光みたいなことがあったらダメなんですけど、近、うん、鉄のダブルヘッダーとか、ああいうのとか、うん、ああいうの、ああいう厚さ的なものってもうないんでしょうね。まあなんかあるような気がしますけどね。うんだって、ドーハの悲劇はもう二度とないしね。<laughs> でも、この前のベルギーに負けたやつとかってある意味すごいと思いますけどね、問題まあまあもちろんねあのラグビーでね、うん、あの南アフリカに勝った試合とか、うん、もう暑かったですけど、 でもまあ結局のところそういうスポーツとかドキュメントになっちゃうじゃないですか。やっぱそうですね。筋書きのないドラマっていうところが感動を呼ぶっていうんだったら、うん。そうでしょうね。もう、ああいう、まあバラエティーとか。うん。まあバラエティーに熱さを求めるこっちもおかしいのかもわかんないですけど。そう。まあどこまでが作り物でどこまでがフィクションのあれなのかよくわかんないですからね。 まあ多分ね、あの頃のバラエティー、うん、その、まあもちろんあのドリフィア、キンちゃんや、まあトンデるズもそうですけど、今で言うコンプラ違反はしてると思うんですよ。いや、もうただで、すごいこといっぱいしてると思いますよ。おそらくね。うん。だからもう多分、今となってはできないでしょうけどね。うん、うん。でもやっぱり、あの小さい箱にあんだけ熱狂してたっていうのがすごいなっていう。まあ分散しちゃったからかな、やっぱり。まあビデオもなかったからね。うん。うん。 ビデオもないのに、よくあんな一発出ただけで有名人になれますよね。みんな見てて記憶が鮮明に残るんでしょうね。ですよね。だって、ビデオないのに、みんな覚えてるんですよ。<laughs> まあ、も,もちろんね、ユリギレアとか、あの時代、も視聴率が50%超えるような、いっぱいあったじゃないですか。<laughs> まあ、みんな分散してイベントいっぱいあるから。っていうことでしょうね、うやっぱりね。最後盛り上がったのってあれじゃないですか、IQ を測るとかたテスザネーションとか、 ちょっと盛り上がってる気がするけど、<laughs> 日本全国、そうて、総テストみたいな。<laughs> そう言われるともう本当に。 だからもう唯、唯一今言ってるのはあれじゃないですかあの、明日の朝刊でみたいな、<laughs> ジャパネットのあれとかね。もうだからもう、まあ僕もだから、まあ長野放送局はね、別にその暑さがあるわけでもないし、うん、まあ地元の情報を淡々とシュクシュクと流してるだけなんですよ。うん、ここのラーメン屋さん美味しいですとか。<laughs> で、まあまああのね、距離感の近い情報なんで、うん、まあやっぱり見て、まあ今度行こうって。うん ためになるわっていう感じで見てるだけなんで。それでいいんですよ。それでいいのかなもう。いや、本当にね。やっぱりあの、ま、僕らは年代的に街頭テレビとかはさすがに知らないんで、多分僕らより上の人たちは街頭テレビの力道山、どれだけ熱かったか。長島茂雄の展覧フォーマー、どれだけすごかったかって多分もっと言いたいんでしょうね。 いや、だって、電信柱に登って、14型の白黒テレビを見るっていう。わけはわからん、ね。わけ、わけはわからんけども、でも、その空気感を感じたいって、日本国民みんな思ってたんでしょうん、いや、だからもう、あの、同時性というか、その、みんなで共通の体験をしたい欲っていうのが。うんうん、そこがすごいですよね。まあ、サッカーが、サッカーがなんか優勝するとこぐらいじゃないですかワールドカップで。そうですね、まあ。わかんないけど。まあ まあラグビーのあのその南アフリカ、まあラグビー知ってる人たちは本当に泣くぐらい感動しましたけど、うん、ラグビー知らない人からするとやっぱりそこまで、ね。でもないでしょうし、うん、もうおそらく、今度あるとしたら、サッカーベスト4とか。そうですね。<laughs> まあ、まかり間違って日本人が100メートルの決勝残ってきて <laughs>、うん。<laughs> 正直なところあれですもんね。だって、女子プロゴルファーとかが、まああの全米取ったりとか、うん、大阪直美さんがね、全米取ったりとかして、 しましたけど、そこまで、そこまで、じゃないじゃないですかね、やっぱり。で、去年東京オリンピックとかもね、金メダルいっぱい取ってるけど、あんまり。あれも何年なんでしょうね。わからない。中学生ぐらいの時に見た、女子バレーの、銅メダルとかの方が感動しました。WBC もあんまり良くないしね。そうね。ま、あの、一郎がいた時は、めっちゃ面白かったですけどね。多分日本人だけなんでしょうけどね。 いや、でも、本当にね、やっぱり、難しいのかなもうね、テレビに熱さを求めるのが。うん、もう、スポーツだけですもんね、やって、今言って思い出すのは。そうですよね。うん。いや、さすがに、それは、もうないかなもう、あと炎上一緒に楽しむか、炎上のシーンを見てたと。ジョブチューンで、はいはい。ツナマヨを食う役は、んやっていうところを見てた、同時性はありますよ。<laughs> うん、<laughs> で、 つのまを買いに行かなくちゃみたいな、まあ。売り切れたからね。<laughs> 売り切れたから。うん。いいけどね、別になりうと私は食いませんけど、<laughs> <う>みたいな。まあだからに、やっぱり国民がこう、一致できるような、うん、そういう瞬間がないんですね、もう。そうですね。うん、ちょっと寂しいですけどね。仕方ないっちゃ仕方ないし、うん、まあまたなんか出てきそうな気もしますけどね。ううん、うん まあそう考えるとまあまあ、まあテレビは仕方がないのか。うん。うん。まあ別にテレビに何か期待してるのか言われるとそんなに期待はしてないんですけど、うんまあ、テレビは面白かったっていうことですよね。<laughs> そう。でも一ホームのテレビ見るの楽しいですよ。ですね。うん、僕昨日初めてあの、甲府で泊まって、うん、ラザーオークの CM 見てちょっと感動しました。<laughs> ラザオークって CM あるのあの、枕なんとか工房、ラザオーク、二葉、甲二葉、二階にありますみたいなコマーシャルがずっとなんか流れてました、今朝。そうなんです、ね。もう写真撮ろうかなと思ったけど、やめましたけど。長 <laughs> 野では最近、82銀行にあの、ツイッターでちょっと、ちょっと有名なあの、 女の子のギタリストがずっとギター弾いてますよ。ああ、そうなんですね。そう。ね、ずっとギター弾いてて、何してんのよな、この人言ったら、82銀行ああ、そんなもん意味がなく。<laughs> いや、あまり意味がない。昔のサントリーの CM みたいになってましたよ。ああ、開口。3の <laughs> <う>。<laughs> そうそう。でも、あとは昨日、秋吉で焼き鳥食べたんですけど、はい、あの、ラザオークの話題してて、うん、ああ、やっぱり、山梨に溶け込んでるならラザオークというので、うんうん、ちょっとなんか安心しました。 やっぱりいいですね。僕なんて今日、あの、明治と一緒に、あの、お好み焼きというか、富士宮焼きそばね、行ってね、並んでたら、隣の高校生みたいなカップルが、鳥人間見ててさ、って言ったら、何鳥人間って。ああ聞いた聞いてた聞いてた。全員わからない。鳥人間って何なのみたいなこと言われて。理系のところさ、熱いさ、みたいな。ちょっと、ちょっと違うと思うんやけど。でもそれでも、頑張れって言ってのに、母みたいな。 あの、あの女の子ちょっとよろしくないね。っていうか、鳥人間ですら、うん、何それって言われるんやな、もうっていう。うん、うこのテレビのこのなんか影響力のこの、鳥さ鳥人間ですごいコンテンツ力あるはずなんですけどね。もちろんね、最近みんな飛びすぎて思わないって言われるけど。うん、確かに。でも、<laughs> コンテンツとしては、もう過去、えもう30年ぐらいいやいや、それぐらいですよ。それがもうダメなんですよ。じゃあ多分テレビチャンピオンもこれから通じなくなるんですよ。 いや、もう通じないでしょ通じないよね。もう、もうカソリさんが温泉チャンピオンとか言われても誰も分かれへんでしょ <laughs> なんか、今、だって今見たら、裸の女の子が濡れたバスタオル巻いて、それみんな匂い嗅いでるっていう。<laughs> ピンポーン湯野村温泉みたいな。<laughs> 面白いな、やっぱり。いや、最近の女子高生、鳥人間も分かれへんのかっていう、ショックは今日一番ショックやったですね。そうですね。うん。いや、まあ。 鳥人間ってあれでしょまあ、僕も正直なところここ5年ぐらい見てないんだけど、うん、だって見ようと思った年に限って台風で中止になた。そう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 。<laughs> 今年は台風で飛びたかったみたいな。ま、最後はあの、東北大学ウィンドノート。はいはい。の、なんか。くそくそくそ <laughs> まあ、あの、あの子だけで持ってるようなもんですけど。<laughs> え、あれ、実際のとこどうなの今、ビアコ3週ぐらいしてんのいや、わからない。僕らも見てないから、今日の女子高生のパッカ、あの、カップルみたいなやつのこと言えないけど、ちょっと、ちょっと残念でしたね。だって、隣の男の子は、泣きそうになって、泣きそうになってってずっと言うてたのに、そんなもんなんすよ、だからその感動、俺にすら伝わってこへんかったからね。今年の鳥人間ってどんなやってんやろって。いや、言うても、ほら、岩谷さんには、 お世話になってるから、今。<laughs> 岩谷ね。うん。岩谷プリムスね。そう。岩谷さんがあれ共産ですよね。うん、鳥人間確か。まあちょっとなんか火のつき方悪いってさっき名人怒ってましたけど。いやいやいや、大丈夫ですよ。まあでも本当に鳥人間は来年見ますよ。<笑><笑>今日、今日でちょっと火がついたそう。で火がついた。<laughs> まああの、テレビが面白くないって言ってるこっちもテレビに対して明日を忘れてるから。そう,そうそう。そ,うそれも、それもありますよ。うん。 やっぱりこうやって。盛り立てていけば面白いんだよって魅力をもっと繋げたら、テレビ局の人すごい頑張ってると思いますよ。はがき変えた方がいいのかな頑張れって。頑張れ。そうそうそう。あの、あなたの声聞かせてくださいって言ったら素直に、頑張ってる人には頑張ってるって言ってあげた方がいいと思うんで。絶対そうですよね。多分今テレビ局の人は自信なくしてるんだよ。そうそう、自信もなくこれほんまにみんな面白いって思ってんのかな思ってないんやけど。鳥人間はダメなのかなということでした。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。